では定刻になりましたので、1月市長定例記者会見を開催させていただきます。早速市長の方からはい、それではよろしくお願いします。本日は私のから2点、発表させていただきます。1点目はですね、LINE を活用をいたしました連絡ごみ収集の社会実験の実施と市民モニターの募集についてでございます。LINE のチャットボットを活用した連絡ごみの LINE 受付の社会実験を行います。この社会実験は昨年10月のデジタルファースト宣言に掲げた市民サービスのデジタルファーストにおける行政手続きのオンライン化の取り組みの一環で行うものでございます。これまで連絡ごみの収集にあたっては連絡ごみ受付センターへ電話をしていただくかホームページからの申し込みに限られており、手数料はコンビニなどで納付していただくこととなっていましたが、全年代で利用率が8割を超え SNS の中では最も利用率が高い LINE を活用し、申し込みから支払いまで LINE で完結することで市民の皆様の利便性向上を目指します。今回の社会実験では一連の流れを実際に LINE 上で行うことができるかどうかを検証するため市民モニターを募集をいたします。市民モニターは中区にお住まいの50人の方を募集をいたします。募集は2月10日月曜日から開始をし、先着順とさせていただきますので、ご家庭で連絡組の排出を予定されている方はぜひ社会実験にご協力をお願いを申し上げます。それでは LINE 上の一連の流れをこちらのモニターでご覧をください。はい、じゃあ画面の方とお手元の資料をご覧ください。こちらまず LINE、携帯電話の画面になります。 LINE を選んでいただきまして、浜松市の社会実験のところを選んでいただきますと、こちらメニュー、今連絡ごみだけがありますけれども、こちらを選んでいただきます。そうしますと、利用の、規約ですね、こちらの方に、同意をしていただきます。そうしますと、お住まいの、区をまず選ぶようになっていますので、お住まいの区を選んでいただきますと、あとは50音で、町名ですね、町名の50を選んでいただくと町の選択肢が出てまいります。はい、そうしましたら捨てたいゴミを教えてくださいということで、名前を入力するかカメラで撮影するか、あらかじめ撮影したものを選ぶか、今回は撮影でになっております。で、電話機ということで、電話機のこう選択肢がいろいろ出てきますので、通常の電話ということで、この電話機は燃えないゴミなので、この連絡ゴミには当たりませんので、燃えないゴミの日に捨ててくださいということです。そして他のものということで、今回はこの椅子を撮影しています。はい、そうしますと選択肢が、写真から類推される選択肢が出てきますので、そこで椅子を選んでいただきます。回転式の椅子ということで、まあ、一人掛け、はい、で連絡ごみで、他にもあればということですが、今回はないということで、今度は場所の指定になります。この地図上で住所、これ今ちょっと東京になってますけれども、自分の住所地をこう選びます。で、自分の住所地の、まあ、家の前か、集積場所になりますので、そちらの方をポイントしていただきますと、地図に表示されます。はい、で、あとは必要事項の入力になります。まずは今選んでいただいたものが表示されますので、点1点なのか2点なのか選んでいただきます。それから連絡先ということで、お名前、それからご住所ですね。番地が先ほど入れてませんので、番地を入れていただいて、お電話番号を入力していただきます。そうしますと、一旦ですね、この確認によって、仮申し込みとなりますので、これを送信します。そうすると、仮申し込みを受け付けましたよということで、メールが来ます。するとですね、今度は連絡ごみセンターの方からこういう、これでよろしいですかという連絡が来ますので、支払い方法、コンビニか LINE Pay ということで、今回 LINE Pay を選んでます。
今ちょっと値段1円に仮でなってますけれども、こういった形で、LINE の LINE Pay の支払いで決済がそのままできます。で支払い完了ということですね。はい、そうしましたらば出すときにはちょっとさっきと椅子違いますが、こういった形で紙を貼って集積場所に出してくださいということで、地図の確認が再度出てまいります。はい、で当日の朝連絡ゴミを指定の場所に出して終了ということになります。で今度回収側になりますけれども、今は紙を持って回収の方が、回ってますが、これになりましたらばタブレットを持っていただくと、先ほど地図で入れていただいたポイントがこういった形でポイント指定されて、その日の収集箇所というのが全てポイントされます。そしてここ合わせますとですね、収集するものとか全て出てまいりますので、そこで回収という形で回収をしてきますと、全てですねタブレットの中で完結をしてまいりますので、業務の効率化、内部的にも業務の効率化が図られるということになります。はい、以上でございます。はい、ということで、この社会実験の結果をですね、来年度予定をしておりますオープンデータプラットフォーム構築事業の中で生かしてまいりたいと考えております。詳細につきましては配布いたしました資料をご覧ください。1点目は以上でございます。2点目は、新型コロナウイルスによる感染症拡大を受けた中国友好都市への支援物資の提供についてでございます。中国において新型コロナウイルスの感染拡大が深刻する中、本市が友好都市協定を締結する広州市と瀋陽市から協力要請がありましたので、両市への支援物資提供を決定をいたしました。支援物資の総数はマスク7400枚、防護服等460セットでございます。マスクの備蓄が充足したとの連絡があった広州市に対しましては、防護服等360セットを、瀋陽市にはマスク7400枚と防護服等100セットを送付をいたします。防護服は医療機器にあたり、輸出入に関する手続きが必要となる可能性があるため、現在、両市と調整を進めております。送付方法が決定次第、迅速に発送してまいります。なお、本市といたしましては、今後の日本国内におけるですね、感染拡大を考慮し、本市における感染症対策に必要十分な物品を確保した上で、提供可能な物品を選定をいたしました。世界的な感染拡大を防ぐ上でも、感染源となる中国国内での対策を進める必要がございますので、本支援物資が有効都市である両市の感染症対策の一助となることを期待をしております。私からは以上でございます。